おはこんばんちは、春川龍でございます。ファーゼストフロンティア、東西南北に細長く伸びる街、グランドクロス第12回目やっていきたいと思います。前回ですね、こっちの西町要塞、このぐるぐるですね、ジグザグ全然入ってきてくれなかったので、この辺をねちょっと改良していきたいのかなと。南からもねちらっと来てましたんで、ここ1ミリも来なかったんで、これちょっとね解体してちょっとね守り方変えようかなと考えてますね。ここ壊されるもんがないんで、ちょっとここをうまく利用してと思ってるのと、あとね前回最後にやったここに壁作ってるね、ここ壁作ってて、であとねこっち行かないようにここも壁ずーっとこの端っこまでくっつけてやろうかなと思ってます。まず壁端っこくっつけて誘導できて、誘導できたらそれに越したことはなくて、誘導できなかったらちょっとねここちょっとなんか考えますただこの南のこれはねちょっとあんまり意味なくなっちゃったんで、ね、全然来てくれないしね、ちょっとここも石壁とかにして、手加えていこうかなと。ここはね、まだちょっと考え中なところもあって、完成したらみんなにご紹介していきたいかなと思います。まあそこの作業を進めつつ、前回のコテンパンまあまあやられてしまったこの南側ですね、ここもちょっとねやっていこうかなと。こっちはねここの一番頂上部分に2個目の兵舎立ててあげて、で守りをどうしようかな、固めていきたいなと思います。なかなか平地の戦い久しぶりで苦戦してますね。略奪者の動きがうまく読めなくて、誘導できしきれてないですね、なかなか難しい。はい、そのところでございます。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。はい、それではですね早速やっていきます。まああそこのね、西町と南の方はもう指示出しておいてるんで、その間にちょっとね南側の探検してこうかなと。北側あんなにでかいね、湖があったので、南側じゃあ何があるのかなと、少しでもね、防御のなんだろう作戦というか、なんかね役立つ地形になってないかなというところで、ちょっと探検に行ってみましょう。サクッといきましょう。サクッと南側、じゃあこう南側を上にして進んでいきましょうか。まあ、この辺はねもう端っこなんで、まあ端っこを伝いながらかな。だって何があるか、なんかね動きを制限させるような湖とかが南にもあれば楽なんですけど、うん、お山、ん？端っこか？え、まだか、まだだね、まだまだまだ先が暗いからさ、ついすぐ端っこだと思っちゃう。うん、でもそんな遠くないはずだよね端っこ。池が見えてまいりました。ん？これ池だよね。え？ただの、あ、池だよね、魚マークあるよね。冬だからわかんないや。そういつもねだいたい略奪者が襲ってこない年の、秋口くらいから探検に行かせてます。おっと、このカーソルキーの弾かれ具合は、これ端っこですね。これじゃあ、南東の端っこかな？うん、山なんだね、こっち側は。ああ、この池もちっちゃいね。行動を制限するような大きな感じではないな。そしたら、まあ、真南を横にずーっと進んでみましょうか。春も真ん中に来
ちゃった。そろそろ引いた方がいいかな。こんなところで敵が東から攻めてきたらやーべえことになるからね。 OK、 じゃあうん、ちょっと猛獣がいた時やられちゃうけど、一人だけ行かせましょうか。あとは帰らせましょう。あれ、とはいえもうちょっとあるな。ああ、これ西の端っこだね。はあはあはあ。これ以上上に行かない。ここが南の山だよね。結構南の山のところにまだ大きな山はあるんだね。なんかいい発見はないか。でっかいなんか行動を制限するような湖、または行動を制限させるだけの大きな山。お、しかも切り立ったなるべく高さのある。おうほうほう、こんなとこに、カクカクだけどごめん。お山があるね。あそこが南鳥居だから、南町だから。あー。すげえでけえ山んだな、これ。こんなとこに。なるほど。なるほど。こんなとこにこんなでけえ山があるんだ。はい、こんなとこですね。南はなんもねえな。この辺にちょっとした池。むむー。で、あとこのお山が、我々のね、南町のお山があって、さらにそこの西、南西部分にもうちょっと大きいね、お山があると。まあ、ここに物建てることはできないからね。この高さを生かした何かしらの防御を考えなくちゃいけないか。あとはね、もともと見えてた、ここの池をうまく使う。もう多分何もねえだろうな。この辺もね。この辺も多分何もなさそう。南側は何もねえな。ちょっと防御に使えそうな敵を誘導するようなものはちょっと作れなさそうだな。これは万里の長城並みの長い柵とかを、壁とか作んなくちゃダメそうだな。はい。じゃあ、そんな感じで、南側の探検、こんな感じ。ちょっと頭を悩ましましょうか。はい。それでは、117年目の春ですね。大体、ここのね、規模を小さくして石壁にしました。でね、こちら側も、町側は、村側はね、石壁にして、ここもずーっと横、石壁をこう、並べていって、ここも石壁に強化したと。いうところですね。これで西方からこう、入ってくれるんじゃないかと。ここのね、壁叩いたやつも石壁になったし、しかももう一回ここで壁叩かなくちゃいけないから、まあこっち来てくれるだろうなという予想を立ててました。で、あと、マップの端っこなんですけど、そこ、これ以上カメラ寄れないんですが、ここですね。で、ここまでしか立たなくて、で、ここのもう一マスね、多分一息できちゃいそうなんですよね、奥。なんで、壁で、マップを、端っこまでピシッてやることはちょっとできないかもしれない。なので、今ちょっと平坦化して、入れないような、ここにね、こっち側に来れないような、ここの辺に、
ちょっとね、崖をバシって作ってやろうかなと思うんですけど、なかなか難しい。ずーっと山が続いちゃってるからね、ここね、この辺。なんで、どっから低さ持ってきてやんねえと、ちょっと難しいかな。まあまあ、そこは、まあ、優先度の低いね、工事として。まあ、こんだけあれば、こっち叩いてくれるでしょ。で、こっち来てもね、ここ叩かなくちゃいけないし、あまり意味ないもんね。まあ、ここ叩きたかったらもうどうぞって感じだけど。っていう感じで西はね、守りまあまあと。あとはそんな変わってないかなと。で、そんなところでですね、略奪者12人が目撃されました。北東方面ですね。うん。これはまあ一段どう来るか。一応ね、東の、北に向かっていく壁もここまでできましたね。まあ途中クマが出るんでね、なかなか工事が進まないですね。こればかりは仕方ない。いつ出てくるかわかんないんでね、弊社の人出すわけにもいかず、なかなか難航。まあこっちは気長にかな。はい、じゃあそんな感じでここの子たちちょっと見てきましょうか。ちょっと近づくまで早送りいきまーす。あ、来ましたね。おー、バラッと来ましたね。だいぶバラッと来ましたね。珍しいな、このバラッと感は。なかなかない。もうこれだったらね、この油で大丈夫。お、ちょっと待って、85人だと。ちょっと他にもいるぞ、これ。ちょっと見てきますね。いろいろ見てきましたが、今回全方向から来てますね。ここ、北西ですね。まあ、早速出来上がったところに数人駆け込んできてます。で、こちら、今までね、あんまなかったんだけど、ここの南西部分の壁を叩きに来てると。やっぱりこっちぐるっと回らないんだね。ここの石壁じゃないや。木の壁叩きに行っちゃってますね。で、まだまだいます。ね、南からこのように。この泉の東からこう、右側からこう来られちゃうとなかなかしんどいな。もうあとはここの守りしかないんで、石壁の守り。で、あとはまあ中央街って感じかな。ここは石蔵、あ、ね、監視塔が2連ですね。で、あと、まだいるんですよ。まだいるんですよ。あと南からですね。来てますね。ここが本体かな。多分今回メインは南側で北はちょろっと。で、南の一段が、まあ、南西から来たから、ここのデコイの南町の方と、西町の南面、南側から攻めてきてるっていう感じですね。これはどこ見ようかな。東は大丈夫そう。うん。ちょっとここ怖いけど、このね、ちょろっと少しの、ほんの少しだけど、この西側から来た奴らから見てみましょうか。これ早送りしようかな。さあ、これちゃんとジグザグ入ってくれるか。ちょっと待って。ちょっと待って。え？ここの壁叩くの？あ、盗賊だからだね、多分。盗賊は物を盗みたい欲求が高いんで、多分、交易所とかの方向かいたいんでしょうね、どうしても。どうしても向かいたいんでしょう。ああ、ここの、南の池の東、西側から来たのは、ここの壁を叩いて、まあ、町に入りたいと。え？ジグザグほとんど来てくれないな。ああ、こっち勝者が、ああ、波状椎があるんだ。入られる。波状椎があるとあっという間だね。ちょっとこれで敵いなくなったから。あ、よく叩こう。もう足りない。波状椎、波状椎。みんなで波状椎。うん。でもこれで引いてってんのかな？で、こっち側から来た奴らは？お、引いてる。え？引いてますね。いや、こっちどこで激ダーしたんだろう。この壁は壊されてないね。南は？南も大丈夫。大丈夫って、まあ、門がギリギリだね。ああ、ここに、激戦の跡が、あ、消えてちゃった。
なるほど。今回バラッといろんなとこに分かれてくれたおかげで、それぞれ格好撃破できたっていう感じかな。うん。ここもね、多分、ここ殴ってきたんだ。まあやっぱり街に、住宅行きたかったのかね。まあここが石門だからっていうのもあるのか。そしたら叩きやすいこっちの住宅街の方に行ったっていう理論かな。で、格好作ったけど来てくれなかったっていう。なるほど。うん。まあこれでね、西は大丈夫でした。まああとじゃあここ石壁にすればここじゃあこれでいいのかなもうっていう感じがします。こっち来てくれないんだ。うむ。悲しいから。見つけてやるか、もう。ここだよ、っつって。こっちだよ、おいで、っつって。こっちと、あとこんな感じで。こっちから来るからね、よく。こうやって、適当に引いてやればいいや。はーい、つな。じゃあ最後。こちら、レポート。61人来て43人倒して、1人やられて、3つ建物壊されて、被害はなしと。85人だからね、もう20人ぐらい。のレポートがあってもおかしくない。はい、来ましたね。12人来て9人やられて、あ、9人倒して1人やられて建物被害なしと。まあこれで終わりかな。まあこんな感じでしたね。ちょっとね、量が量だったんで、ここの西側の町の要塞の、進化はまだちょっとわかんないですけども。まあまあ一応ようやっと予定通りに動いてくれるような感じになったかなという感じですね。はい、じゃあこんなところでした。あともうちょっとこの辺、壁だけ修繕して石にしちゃおうかな。はい、120年目の春ですね。南の、山の方ですね。南が、こんな感じで今作ってるところですね。今壁作ってて、まあね、頂上がね、思ったよりへっこんだな、ね、おーおーおーおお、思ったよりですね、平坦だったんで、まあ、ここはなんか物作り用で平坦化して、で、ここにね、崖があるんで、ここでガコンとへこまそうかなと思います。この辺もね。で、そんなところでですね、81人の略奪者ですね。はい、ドーン。工事中だっちゅうね。いっぱいおるの。で、あと、こことですね、こちら、東の方ですね。東町の方の南側からもちょろっと来てると。で、いやー、ここ送ろうかなと思ったんだけども、こっち側も来ちゃったね。少し。少しここは、相手をしてね。相手をする前にいいや。もう出撃者しちゃおう。ここでやってしまって、とっとと、倒して南の援軍に行こうかな。ということで、で、あとそうだ、東のこの北に伸ばしてるところはここまで来ましたね。もう、まだまだだな。はい、ではでは、センターホールも押したので、ちょっと見ていきましょうか。81人、前回と大体同じぐらいの規模。前回はね、結構いろんなところに、バラッと散ってくれたんで、なんとかなりましたけど、ここは一回ね、一点突破。でやられてるんですよね。なので早く援軍を差し向けたいです。おー、デコイにあんまり食いつかない。いや、そんなことないか。ほとんどやっぱデコイに行くか。そんなことねえな、そんなことねえな。結構こっち来ちゃったな。まあこれ破られるかな。うん、ちょっと、ん？ここ外に来てる。あー、ここ横の、あー、横のこういう、木の壁叩きたくなるのね。なるほど。ちょっとね、弊社連れてきますね。はい、じゃあここにで連れて行きました。一応ね、東の方はもう終わってましたね。いやー、さてはて、これどんくらい持つかなー。持たねーよなー、これ。あー、やっぱりこっちの方も全部石壁にしないとダメか。叩き始めましたね。この矢倉は一生懸命門を引っ叩いてるやつらを攻撃スプレーしてますね。で、ここがもう一つのこの矢倉の届かない点ですね。ここはね、しょうがない。いやー、間に合わないか。ここ前回結構いろいろパクられてるんですよね。
この矢倉が何とかしてくれれば。いやーでも今回波状椎がないからよかったマジで。この辺はもうちょっとで終わるかな。なんかダメージ食らってない気がするんだけど、減ってなくね HP これ。俺当たってないんじゃないのこれ、もしかしたら。いやー間に合わない。一応こう追加の23人気になるんで見てきますね。はい大丈夫でした。このやつらでしたね。ぶっ壊された。やっぱこれ当たってないな。これ当たってないね。当たってないっちゅう。当たってないからまずここに出なさい。はい、でそしてやりなさいと。逃げ始めましたね。前回よりはなんとかなったかな。前回もっとギタギタだったからね。今回波状椎なかったから助かりましたね。はい、じゃあちょっと被害状況見ていきますね。はい、うん、被害はねそんななかったですね。ほとんどここだけ。まあここもねほとんど波状椎がなかったから、ここね辺ぐらいまででなんとか踏ん張ったかな。うん、早く防御構築しないとなーっていうところですね。南側、うん、だいぶ北から来なくなりましたね。北西、もう北東も来ないね。南東と南西ばっかだ。はい。で、そのところで集落のレポートですね。54人来て49人倒して3人やられて4つの建物。略奪された物資はなしと。まあ、こんなもんでしょうかね。はい。じゃあ今日はこんなところでしょうかね。西町のこの砦ですね、大体完成しました。石壁に強化して、なるべくね、このジグザグの要塞の中に入ってくれるような動線を引いたつもりでございます。こっちのね南側はさっぱり入ってくれないけども、まあ、ちょっとその辺もねもう一回敵の動き見てっていう感じですね。ただね、南東とか南西からの攻撃が多くなったんで、ちょっとこっちの出番が、本領はね、まだ発揮できるという、できてるところはまだ見たことが、見れてないので、そこはね、次回以降のお楽しみというところでしょうか。あとはね、南部、南町の方ですね。南町のこちらの守りですね。はい。これから作ってきたかいかないかなと。そろそろね、略奪軍とも、侵略軍か、とも戦わなくちゃいけなくなってきますので、そのね、戦いも見越して、ここは結構、要害化して、で、あとは東の壁を、どこまで長くやってくれるかと。でも、あそこまで壁引いたからかわかんないけど、北東からの攻撃はほぼなくなりましたね。さっきの1回ぐらい。しかも、パラッとだったじゃん、あんなの。うん。だからあっちからね、来なくなってきたかな。向こうは守りが固いと見てね。うん。はい。じゃあ今回の動画が面白かった。うん。西町要塞完成、なかなかじゃないですか。あとは動き見てみて、っていうところに少しでも、ワクワクしていただけるようでしたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたしますと。それではまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。